えー、こちらは歌舞伎俳優の、えー、右の男性が片岡仁左衛門、左が坂東玉三郎です。まあ、玉三郎って言うと名前を聞いたことある方多いと思いますが、もちろんもちろん大々大,大好きなんですけども、こちらの右側,右側の片岡仁左衛門っていう役者も大スターです。で、私はこの人がまだ若い時の あの名前というか、まあ、本名で歌舞伎に出てたんですけども、あの、若い時からの名前の片岡隆夫、実は本名なんですが、その時から、まあ、2枚目なのでテレビとか映画に出てまして、その時に NHK の銀河テレビ小説というのに高村光太郎の役で出てまして、その時に、あの、ドキュンと来たんですね。それがその千恵子が狂っていて苦悩している時に、 あの、横顔で、ま、ハットを被って、こう、クーっていう、こう、眉間にしゃを寄せてる表情にビビビと来たんです。もう、それ以来ずっと好きです。で、それで、当然、歌舞伎っていうものも、何か小学校の6年ぐらいの時にはもう好きだっていう感じをなぜか持ってたので、この人、歌舞伎役者でもあるんだっていうことで、さらに期待が高まっておりました。で、この方は、 結局今70代ではまだ2枚目ができるんですね。そしても痩せているというのはありますが、セリフがとってもいいんです。声がとても良くて、さらに髪型の役者なので、どっかまあ関西弁で喋るんですけども、あのー、自分で喋るときは、なんか、はんなりとしたところ、柔らかいところがあるんですね。そこがまあいいわけですよ。エビ蔵とかは江戸の歌舞伎の人で、あんだけ濃くて強くて、やっぱ悪そうですけども、 そういうんじゃないんですね。そこが何とも言えない魅力でして、でもこれからは一つも見逃せない。もうこれが最後かもしれない。と思っても、もいい演目の時は、まあ月に、あのー、初日、中日、千秋楽ぐらい見とかなきゃっていう感じだし、実際にそうなってます。いくらでも喋れます。